こういう感じの立ち食いそばっていいですよね。というわけでここは小山駅です。前にもこの店で食ってたな。美味しかったです。さて、本題に入ります。この小山駅、番線の振り分けがちょっと変わっているところがあるんですよ。今回はそれの調査に向かいますので皆様よろしくお願いします。うーい。で、この変わっている振り分けはどこにあるのよ？割といろいろな場所に存在するのです。こちらが乗り換え案内ボードです。新幹線、両毛線、水戸線、宇都宮線が接続しているのが小山駅です。まず宇都宮線には9、10番線と12、13番線が、水戸線には15、16番線が割り振られています。あれ、11番線と14番線がないな。そこなんですが、11番線と14番線は、貨物列車の待避線となっているためホームは存在しません。そうなんだな。一応後ろに路線だもんね。ですが個人的に一番面白いホーム、それは両毛線にあります。じゃあ早速行こうぜ。わかった。待ってくれと。で、両毛線なんですが、新幹線改札口の向こうにホームが存在します。新幹線ホームすらもだいぶ遠いわね。新幹線停車駅ではあるのですが、1時間に1本くらいしか止まってくれません。寂しい駅だな。んでそのまたさらに向こうに両毛線のホームがあるってわけか。そちらも本数は1時間に1本程度です。群馬県の伊勢崎伊勢は30分に1本くらいは来るので、やっぱり需要の問題でしょう。新幹線の入口の脇を通りまして両毛線のホームに向かいましょうね。本当に長い通路ね。最後に階段を降りれば両毛線のホームです。お疲れ様でした。本当に長いな。落ちて変わったホームにありつくまでに内部引っ張ったな。いやいやそれほどでも。跳ねてないわよ。両毛線のホームが離れているというトリッキーな一面を見せたので、本題に移ります。そういえばさっきから6番線と8番線はあるけど、7番線がないのが引っかかるな。ほんとにね。6と8がでっかく描かれているのに7がないわね。そうです。今回語るのは主にそれです。向こうに宇都宮線の宇都宮方面の電車が、よく見たら231と233が停車しているのかわってこれが両毛線の211系です。見慣れたオレンジと緑色の電車だな。もともとは宇都宮線、高崎線などで走っていた車両です。オールロングシートは残念ですけど、やっぱりその容姿はスタイリッシュ。さて、いよいよ7番線の謎について語っていきましょうか。え、もうないんじゃないのか？あの向こうに行けばちょっといいことがあるかも。はい。お、何かがおかしいな。はい、こちらが元7番線です。いよいよ消えた7番線の謎が解けるのね。なんか形がおかしくないか？切り欠きみたいなホームが7番線です。柵みたいなのがもう受けられているわね。もうここからは何も発着してはくれません。もう使うこともできないホームになってしまったというわけか。もはや線路もなくなってしまっています。ほんと？線路があったらその部分が石まみれになっちゃってるわね。向こうには7番線があったであろう展示ブロックの黄色い線。向こうは立ち入ることもできないのか。少し前では線路があったらしいのですが、撤去されていますね。どうでもいいけどビデオカメラのズーム機能すごいですね。急に話題を変えないで。失礼、7番線については郵便輸送が行われていた時代まで遡ります。かつてはこの7番線ホームでは荷物輸送がなされていました。その頃はターレットが7番線にどかどか入線してました。しかし郵便荷物輸送が衰退してしまった今は無用の長物。もう荷物車も来なくなってしまったため7番線は閉鎖することになりました。つまり、7番線には元から電車は来なかったってことなのか？そういうことです。ちなみにこの切り欠きの影響で68番線の乗車位置が異なります。切り欠きにより階段寄りに乗車位置が調整されている6番線は、ここが6両編成1号車の乗車位置となっていますが、そこからざっくりまっすぐ歩いて8番線まで行きますと。こっちは2号車になっているのか。少なからず影響を受けているのかしらね。これに関しては待合室が影響しているのかとも思いましたが、気になったし、切り欠きにも多少関係がありそうなのでちょっと書いておきました。そして両毛線の5両編成老期。両毛線での5両編成の運転はもうされません。今、小山駅に来る両毛線は4両か6両のみとなっています。というか切り欠きの端っこにあるから6両編成の1号車部分まで来るの面倒い。うなうな言うな。ほら、着いたわよ。あ、着いた。こんなところに乗車位置が存在するのですよ。ハッシュタグ、乗れ。
ハッシュタグ、の早々、羊毛線小山駅といえば、かつては羊毛線の宇都宮線直通の便が設けられていたのですが、2019年のダイヤ改正を機に運行が終了してしまいました。もともとはこのホームの隣の9番線に入線していました。今は9番線は使われていないの？いや、そちらは一部時間帯ではありますが普通に使われています。7番線は使い勝手が悪いけど9番線はホームとして使えそうなもんな。左側が9番線車止めのある方が8番線です。というわけで本日は小山駅7番線ホームとかについての謎でした。というわけでおさらいでございます。ちなみに3番線については触れませんでしたが、そちらは新幹線の通過線です。7番線と9番線に深い歴史があるってわけだな。そうですね。7番線はもはや復活はしないと思いますが、9番線は今でもちょっとくらいは使われています。ところでさっき9番線ホームがちらりと見えたのでもう少しアクセスを容易にしてくれて、こういう構造と歴史を持つ駅は珍しいと思われるので、小山駅を訪れた際は見に行ってみるといいかもしれません。今回はここまでね。じゃあまたな。うっす。今日は12月31日でフラゲー最後の日だから、QWOP やるぞー。とりあえず、ミスるまでやるからな。んで、操作方法どうだったっけ。